はい、どうもお世話になっております YouTuber 平本です。本日は釜出しの一品黒糖スペシャルということでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。釜出しがありまして、ね、その中で、ね、今日はですね、千葉県の先生にドドドと送らせていただきました。おおむねですね、3人の先生ですね。で、千葉県というとですね、まあ本当にね、簡単でもたくさん愛用していただいている皆さん多いんですけども、もしね、もうその3人の先生ね、隅田来年、トリフォニーホールで素晴らしいホールでやりますからね、ぜひ簡単でを持ってね、集まっていただきたいなということでございます。で、今日はですね、釜出しの一品 4C スペシャルの黒糖編なんですよね。まあやっぱり簡単でと言ったら、黒糖だろうということでメールをいただきまして、黒糖のね、なんかいい 4C がありましたらぜひそれやってくださいよということがありました。で、また今やろうと思ってたらついさっき電話いただきました。はい、静岡県の方なんですけども、なんと友人がこの釜出しの一品で購入をなさった、それを聞いたらたまらずに電話をくださったという方だったんですよね。で、どうしましたって言ったら、ものすごくいい音色で、あれが欲しい、どうやって買えるんでしょうかということで、平本先生ということでね、実は今日これドンピシャでやるんで、ぜひ聞いてね、ね、音色と気に入ったこう金額とか折り合えばご連絡くださいということでやっていきたいと思います。なんかね、 YouTube 通販ということでございますけども、まあ楽器に対してはですね、私一切妥協ございませんのでね、ビビッときたらビビッとよろしくお願いします。さあ、今日は全てオール黒糖の 4C になってます。で、黒糖って言いますと、新納先生がやはりね、いろいろ持ってるんですけども、やっぱ黒糖が一番カシッとね、特にクラシカルな曲をやるには締まってものすごく表現力が高いということは一本前の動画でね、言ってたと思うんですけども、まあもちろんカラーズはカラーズのこの柔らかさ、芳醇さ、そして周波帯の広さあるんですけども、黒糖、カンターラで言ったら黒糖だろうということでやっていきたいと思います。で、その中でも今日は旋律がすごくね、音がなんていうの、ビロードのような艶やかな4本持ってきました。はい、ではいきたいと思います。まず1本目、はい、こちらになってますね。あれ、通常の 4C かなと思うでしょ、これ違うんですよ。なんと YouTube 専用になってます。こっちにね、カンターレという刻印がありまして、非常にですね、いい感じですね。持った感じも、うん、バランスはいいですね。はい、ちょっと音いきますよ。はい、非常に艶やかですね。息は普通より少なくても大丈夫。高音は、正直僕なら弾かなくても出ます。すごくね、滑らかに吹けますね。息のね、あんまりね、多くないよっていう方にはぴったりかなと思ってます。この YouTube プレミアムいいですよ。うん、何かいきますか。どうしましょう。この間ね、木蓮の涙がいいっていう人が結構多かったんで、木蓮の涙のちょっと冒頭を弾いてみましょうか。うん、はい、素晴らしい楽器ですね。息の量も普通からやや少なめでいけると思います。はい、YouTube 専用のカンターレプレミアムになってます。さあ、次。はい、こちらもですね、かなり人気の商品になっております。ショパンシリーズのプレミアムというふうになってます。さあ、さっきのから比べるとどう音が違うかチェックしてください。あ、指の感じはね、当たりは柔らかいですね。うん、
はい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 、やっぱりワングレード上ですかね。ツヤがあるんだけどきちっと周波体がまとまってるっていう感じですかね、先ほどのが見ますと。非常に吹きやすいですね。息の量は普通で大丈夫です。よりやや少なくても大丈夫かな。高音ね。僕なら弾かなくても出ます。弾けば めちゃめちゃ綺麗に出ます。これいいね、おすすめですね。はい、ぜひ値段と相談してなかなかいいですね。ウェイトもね、まあ若干乗ってるんだけど、やっぱりこのいい感じ。はい、で次はですね、こちらのねショパンシリーズのさらに上級グレードのブリアントという感じになってますね。ちょっとこうね、ちょんちょんっていうこう装飾が施されてます。持った感じは割とコンパクトな感じですね。指があんまり大きくないよって人にはちょうどいいかもしれない。音色ね、あ、さっきの2つよりも若干気温が太いので、はいはいはい、あのね、単純にその艶やかだけじゃなくて非常にふくよかな倍音もかなり、含んでる感じですね。で高音もですね、僕なら全く弾かなくても出ます。非常にいい楽器ですね。まあ上とかは若干あるかなと思いますけど、この幅がねそんなに大きくないので、まあ指の小さいね、人にはぴったりかなっていう感じですね。いいですね。そうですね、中級以上の人にはこれぴったりかなっていう感じでございます。さあいかがだったでしょうか。最初のやつはねまず吹きやすいし、値段的に言ったらね、あのお買い得感はあるかなっていう感じですね。 YouTube 専用のね。で次のショパンシリーズのプレミアムはさらにこうちょっとこう、周波帯が綺麗に整頓してあって、あのどんな人にもいいかなっていう感じです。で最後はですね、やっぱり中級以上の人でこの吹き込みね、あるいはそのアーティキュレーション、そのなんて言ったらいいのかな、この間ね新納先生が言ってたような自分らしさの音が出したいっていう人にはぴったりかなということで、黒糖の3本いかがだったでしょうかね。黒糖されど黒糖、まあ非常にいいですよ。まあ新納先生なんかもやはりカンターレ別格の楽器だって言ってますからね。でしかも僕が今日ね、全て選びましたので、いいのがありましたらご連絡、電話でも大丈夫ですし、メールでも大丈夫です。概要欄に貼ってありますから、ぜひですねカンターレを通じまして、この黒糖カンターレで素敵なオカリナライフ過ごしてください。ということで悩んでください。お電話お待ちしております。